どうも、PDR さんです。コメント欄封鎖アンチコミで広告が剥がされる ?YouTube 様がまた謎のルールを作りましたね。はぁ。まずはなんでこうなったか簡単に説明します。ちなみにこの情報は、フェルト・デフェンコー h o ーと YouTube 様の Twitter を叶いました。YouTube さんは結構前から子供を守るためにいろんな動画のコメント欄を封鎖したり、 不適切な動画から広告を剥がしたりしてたんですけど、最近、Mats What It Is が YouTube 様がサイト上のペドフィリアをなくすための努力が足りないと指摘。特に子供や未成年が登場する動画のコメント欄や、そのおすすめのアルゴリズムがなんか、子供が出てくる動画をやたらとおすすめしてくること。で、この動画は、<laughs> そしてこれによって大勢の人がツイッターで YouTube 様や YouTube に広告を載せてる広告主様に怒りのツイートをぶつけまくったそしたらいくつかの広告主様がいやここれれははははかんなとりあえずこの問題が解決されるまで YouTube には広告は載せんそしたら YouTube 様がやべえ広告主様が怒ってるどうしようどうしようあっそうだ過去48時間で何千万ものコメント欄を封鎖しました その他に不適切なコメントを残した400ものチャンネルを削除し警察に通報しました。さらにその後ツイッターでファミリーチャンネルのお母さんが自分の5歳の子供が体操をしてるだけのファミリーフレンドリーな動画が次々と広告を剥がされたことをツイートしました。そしたら YouTube 様がものすごい爆弾発言をしました。もしあなたの動画が全ての広告主に適していたとしても不適切なコメントがあった場合全ての広告主に適していない 黄色マークががく可能性があります何か質問がありましたら教えてください。質問しかねえよとネットが大爆発したため YouTube 様は具体的に何が変わったのかを YouTube ヘルプに投稿しました。コメント欄の封鎖不適切なコメントが投稿される危険性のある 子供、かっこ未成年が出てくる動画のコメント欄を何千万も封鎖しました。これによってあなたのいくつかの動画、もしくはすべての動画のコメント欄が一時封鎖されている可能性があります。日本だとあやなんのコメント欄が全部封鎖されて、まほちゃんはタイトルに赤ちゃんが入っている動画のほとんどがコメント欄封鎖されて、あと PDR さんをフォローしてくれている、カイトカズの実況チャンネル、チャンネルのコメント欄が全部封鎖されています。もしかして、 ただらそれは彼らが未成年だからかもしれないですねちなみにコメント欄を復活させる方法は多分あると思います続きまして一番問題だと思うこと限られた収益化不適切なコメントが投稿される危険性がある子供かっこ未成年を含む動画は広告を剥がされるもしくは限られた広告黄色マークしかつかない可能性があります間違いだと思った場合は申し立てをしてくださいはい 変な奴が自分のコメント欄に変なコメントを残したから広告を剥がされる？は？これと一緒じゃん。<laughs> おい。はい。行って！ああ！なんで？<laughs> おい、何をしてるんだ？は、助かった。お巡りさん、お前。はい？何撃たれてるんだよ。え？PDR さんの マジです。ちょっとすいません。YouTube 様が子供をこの気持ち悪いコメントから守りたい気持ちはわかります。で、まあ、コメント欄を閉鎖するのもちょ、ちょ、ちょっとわかります。でも、動画から広角を剥がして何になるの何が変わるのなぜ嫌がらせを受けてる方が罰せられなきゃいけないのむしろ、 <laughs> それで整形立ててる人とか子供が飯食えなくなる可能性もあるじゃん。<laughs> 子供守ってなくね意味わかんない。だって剥がしたところでそのわけわかんないアンチとか、アンチ,アンチ,アンチっていうか気持ち悪いコメント続けるでしょうな、何がしたいのマジ、冷静になって考え直してほしい。本当に。キッズチャンネルとか個人的にそんな好きじゃないんですけど、これはないよね。 今はこのルールは、なんか、キッズチャンネルとか、子供が登場する動画限定なんですけど、もし、これが、すべての動画に、適用されることになったらた、だから YouTube 様、このルールを、一刻も早く撤回してくださいお願いしますメイメイと猫の餌が買えなくなりますお願いします この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よかったらベルボタン一回クリックしてビデオさんの動画のツイッターまで参りましょう。皆さん、これについてどう思いますかぜひ意見をお聞かせください。このルールが全ての YouTuber に適用されたらもう YouTube 終わりですよね。今のところなんか新しいニュースとか出てきてないんですけど、ぜひぜひこれを撤回するっていうニュースが見たいです。これはやばいですね。<laughs> はい。あと、昨日のスーパー 奇跡の木下ゆかとのコラボをぜひぜひ見てください。あとその前の動画もぜひぜひチェックしてください。あと P d アルサックススウェットまだまだ売っております。では